ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG A35 フォーマチックエディション12020年式7200キロこちらの車両をご紹介させていただきます。はい、35は初なんですよね。はい、紹介は初ですね。うちの方で何台か今まで販売はさせていただいてますけれども、今回あの動画でご紹介するのは初めてかと思います。4号は以前、はい、板尾さんと、やってますね。はい、はい、でちょっと僕あの中間グレード推進委員会なんで、はい、そうですね、はい、ちょっとここがかなり気になるところなんですけどそうですね、はい、今回あのエディション1ということで、はい、かなりいろいろな特別なパーツもついてるみたいなので、そうです、はい、ちょっとその辺もご紹介させていただきたいと思います。はい、でまずちょっと車の紹介の前に、さっきちょっと下見でも話が出ましたけれども、はい、A クラスってコンセプトが変わりすぎじゃないですか。そうですね、あのもう全くなんか元々の流れからまあガラッと変わってきちゃった車だとは思います。はい、振り返ったら初代と2代目ってもう全然こう車のシルエットが違うじゃないですか。そうですね、違いますね。はい、割とこう卵型というかで、そうですね、はい、もうどこがキャビンでどこがボンネットでってちょっとわからない、ね、ミニバンに近いようなシルエットで出たのが、はい、気づけばもうなんかハッチバックの、ね、ハッチバックのもうスポーティーな、はい、形に変わってますね。これが3代目先代から、はい、先代からですね。はい、そうです。はい、こう急にこう180度とまでいかないですけど、はい、コンセプトかなりこう方向転換してきましたね。来たなっていう、はい、で見た目ももう4代目でめちゃめちゃかっこよくなってますね。そうですね、もうこれ CLS からの流れですかね。このちょっと細くなってっていうところがちょっとお世辞にも初代2代目って、はいはい、いやめちゃくちゃかっこいいですねっていう方って正直なところあんまり言えないと思うんですよ。まあまあそうですね、どっちかというと実用性を取ったなっていう、はい、デザイン、はい、スタイリングだったと思うんですけど、はい、もう3代目4代目に関してはかなりかっこいいな。そうですね、はい、で先ほどおっしゃったようにその CLS からの流れなんですかね。はい、そうですね、この今時なフェイス、ね、フェイスですね。なんか CLS の、 あのデザインがなんかサメかなんかからヒントが出てるんですか。はい、で聞いてます私も。はい、でこのグリルのこの配置となんかそのライトのデザイン、はい、ライトの配置でっていうことですね。最近みんなこれですよね。そうですね、はい、なんか E クラスなんかもそうですし、はい、で最近あの出たばっかりの SL なんかも、はい、もっとこれも目つきをさらにこう鋭くなってますね。はい、したようなデザインですけど、はい、これはもうちょっと新しいメルセデスの形として、そうですね、あの定着しつつありますよね。でまたスタイリングいいですよね。いいですね、本当になんか一番ベースの A クラスだからって言って、はい、ちょっと見劣りしないしないですね。はい、もうなんか本当に他のグレードに負けない精悍な顔つきになってると、はい、なってます。で、はい、あとは今回エディション1ちょっと600台限定なんですか。600台の限定になってますね。はい、かなりいろいろ特別みたいなんですけど、はい、まずこのボディカラー、そうですね、あのデニムブルーという、まあ、デニムをイメージしたブルーにはなってるんですけれども、ちょっとこう青なんですけど、まあ、ちょっとグレーも入ってるのかなとか、まあ、ちょっとこう複雑な色味にはなってます。また今ちょっとショールームに入ってますけれども、外に出るとまたこう光の当たり加減で、まあ、こう濃淡の部分が結構綺麗に出ますので、まあ、あのすごくいい色かと思いますね。はい、ちょっとサイド的にはちょっと低めのちょっと鮮やかじゃない感じのブルーなんですけど、はい、これまた渋いですね。渋いですね。でなんかちょっと車のかっこかわいい感じと、はい、なんかカジュアルな感じと、はい、すごくイメージがマッチしてる。マッチしてますね、僕思います。はい、であとは特別装備として、はい、この辺のフロントのスプリッターだったりとか、はい、そうですね、グロスブラックの、グロスブラックになってますね。これがあるなしで多分全然印象がまた変わってきてるんだと思うんですけれども、やっぱりグロスブラックでこう締めてっていう感じのところがこの A35 はエディション1はまあ、ポイントになってるかなと思います。低くも見えますね。見えますね。はい、すごくスタイリングも良くなってます。で横にはちっちゃいこのカナードがついてるという、はい、意外や意外これネジむき出しなんですね。そうなんです。はい、これも A4 号の方も、まあ、むき出しで同じような感じでついてるんですけれども、上のグレードから引き続き A3 号までっていう感じになってますね。はい、まあ、しっかり整流効果と、まあ、純正が採用してきてるものですから、はい、あのなんちゃってじゃないじゃないですね。ちゃんとしたもの、はい、ちゃんとしたものです。でこれ3代目から結構こう、はい、空力が改善されてるみたいですね。はい、そうですね、いろいろ細かなところが、はい、エアカーテンここから入れてここから抜くものだったりとか、はい、あと全体的にこう段差なんかも本当に滑らかに仕上がってますよ ね、 はい、そんな感じになってると。で全体的なシルエットでいくと標準の MG モデルじゃないものより全体的に車高が1センチぐらい1センチぐらい低くなってますね。下がってるんですけども、はい、さらに足元が、はい、19でしたっけ。そうです、うん、235、はいはい、
純正より全然太いやつですね、はい、A45 よりかは一回り小さいやつなんですね。ちっちゃいです、はいはい、で透視で装着された、はい、で色もこれ特別なんですよね。またそうなんですよ。でカラーがこのマットテックゴールドっていう、はい、マットのちょっとなんか薄めの、そうですね、ゴールドなんですかね、はい、これってなかなかできないですね。できないと思います。だからちょっと心配なのは、万が一ちょっとガリッとやっちゃった時にお色がどの辺までこう修正とかで出せるかなっていう心配はちょっとあるのかなとは思うんですが、まあ、その辺は多分、うん、うちでこうやってるところであれば綺麗に出てくるんじゃないかなとは思います、はい、あとはこれ取っといてもらって、はい、そうですね、丸と交換してもらうっていう手もあります、ね、ありますね、はい、はい、でなかなかこれアフターでも、はい、まあ、カスタマイズでも、はい、なかなかこの組み合わせってないですよね。ないです。やろうと思わないじゃないですか。そうですね。いやボディじゃあ紺色にして、はい、ホイールは薄めのゴールドって僕あんまり聞かないんで、はい、いやいやないですね。ないですよね、はい、だからやっぱりこの組み合わせを考えてこれるって、はい、ちょっと純正のすごいとこかな。そうですね、はい、そしてブレーキなんかも非常に大きいキャリパーが装着されてて、はい、入ってます、ね、あと足回りが電子制御のものが、はい、ライドコントロールがついてます。標準装備になるんですよね。そう、標準になってます、はいはい、なんで乗り心地の、はい、調整なんかもしっかり車内できるようになってます、はい、であとは至る所が、はい、そうですね、黒くなってたりとか、デカールなんかもやっぱりホイールと合わせてゴールド系のお色で、はい、入れさせていただいてます。あとこの辺なんかも黒くなってたりとか、はい、そうですね、はい、まあ、全体的に黒がところどころ使われて非常に引き締まったりです、はい、使われてますね、はい、でおおよそのシルエットはまあ A45 と一緒というか、まあ、変わらないですね、はい、はい、ですよね、はい、でそのまま後ろに回ってくると、僕はA45 の時でもちょっと話したかもしれないですけど、はい、後ろちょっとにぎやかすぎません？にぎやかですね。ちょっと前から見た雰囲気と後ろから見た雰囲気がちょっとギャップが大きいのかなっていう感じはします。確かに、はい、ちょっと情報量多めというか、そうですね、はい、特にこのエンブレムとか、はいはい、あとこのバンパーのこのディフューザーの造形、はい、ディフューザーがちょっとすごいこうごついものがついてますよね。そうですよね、はい、この辺なんかもグロスブラックで出口もグロスブラックだったりするんですけど、はい、ちょっとこの辺造形複雑なんで、はい、もう少しちょっとこの辺シンプルにしたいなと僕は思いました。そうですね、今おっしゃってたようにエンブレムがどうしてもこのハッチにつけてるので、ハッチの切り口から見るとこう内側にどうしても寄っちゃうので、そうなんですよね、それで集中しちゃってる感じがあるんですよね。普通セダンとかだとこの辺につくわけじゃないですか。そうです、端っこ端っこの方になるべくついてますけれども、なんでちょっとこの辺の距離感的にちょっとそうですね、賑やかな感じが、はい、まあ、あとそのディーラーのステッカーとか MG のステッカーなんかもあって、そうですね、余計こうちょっと後ろが賑やかかなって、はい、なってますよね、まあ、この辺はちょっと好みで触っていただいてもいいのかな、はい、あとこの辺のホイラーも、はい、これも A45 と共通ですよね。共通ですね、はい、かなり大型なものがついてます。まあボディのこのサイズから言ったら割と派手というか、いやそうですね、最近あんまりないですよね、ここまで派手なのないですよね、はい、本当にこうちょびってついてるのが多いですけど、はい、多いですよね、もう完全に別体、はい、もう翼端板までついてる大型のスポイラーがついてます。でこれちょっと僕下見で、はい、改めてちょっと開けたりしたんですけど、はい、これ開け閉めで、はい、そうなんですブルルンってなっちゃうんですよ、はい、これはお分かりいただけますでしょうか。すみません、この車だからというわけではなく、まあ、A45 もそうですし、まあ、他の個体も全部こういう感じですので、ちょっとまあその取り付けの、まあ、ネジというか、まあ取り付け面の強度とか、まあ、その辺の問題もあるんだと思うんですけど、まあ、これでまあ飛んでっちゃうよとかっていう事例はもちろんないので、はい、まあ、これが多分大きすぎるんですよね。大きすぎるんだと思うんですよ、はい、でもちろんその固定もこの足2本なんで、はい、そうなんですよね、まあ、そういう仕様になってると、はい、A45 の時紹介の時あんまり気にしなかったんですけど、はい、今日改めて開けて閉めたら、はい、結構ブルンっていうなと思って、結構ブルブルってなりますね。そうですよね、はい、だここちょっと気になる方はちょっと気になってしまうのかなと、はいはい、そんな風に感じました、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装がこれ、はい、エディション1めっちゃ豪華じゃないですか。豪華ですね。 AMG のパフォーマンスのシート。そうですね、パフォーマンスシートで、まあ、ちょっとハーフレザーみたいにはなってますけれども、まあ、こちらはまあ正直まあオール革張りがいいっていう方もいれば、まあ、ハーフの方がいいっていう方もいらっしゃるので、まあ、お好みにはなってしまうと思うんですが、ちょっとまあハーフレザーの設定になってます、はい、ちょっとこうおしゃれというか、そうですね、カジュアルな雰囲気少し感じますね、はい、もうガチガチのなんかもうフルレザーの高級なというよりかは、はい、そうですね、少しカジュアルさを感じます、はい、でこれまた紺色のラインがめっちゃいいですね。そうなんですよ、ちょっと目立ちにくいんですよね、どうしても元々が黒のベースのシートになってますんで、ただこれやっぱりこの紺、ボディカラーに合わせた紺なんですけれども、これがワンポイントでまたおしゃれだと思います。いいっすね、はい、なんか赤とか入れてあったりとか、はい、黄色とか白じゃなくて、はい、
絶妙な色合いの、このデニムブルーに近い色を持ってくるっていうのは、そうなんですね、これかなりかっこいいなって。そうですね。でステアリングも当然パフォーマンスステアリングになってると、なっております。これもだって他のもう AMG モデルと、もう基本的に形一緒ですね。一緒です、一緒です、これが A クラスについてくるってすごくないですか。すごいです。もしかしたら A45 の時も同じこと言ってるかもしれないですけど。言ってますけどね、多分、もう非常に贅沢な、そしてドアも見てみましょうか。またドアも僕いいなと思ったのは、これダイナミカですかね、これですごく質感良くないですか。いいです、全然いいと思いますよ。これなんかこれ本当に真ん中も、アルティコとか、普通のビニールにしちゃうよりも、そうですね、なんかちょっと高級というか、かなり高級感は出てると思います。手抜いてない感じしますよね。手抜いてないですね、一切、でよく見るともちろんその合皮だし、この下もプラスチックなんですけど、なんかすごく感じがいい、雰囲気がいい、感じですね、その、なんですかね、以前の A クラスですとどうしてもちょっと安っぽさっていうのが出てたんですけど、それがもうだいぶ良くなってると思います。本当に A クラスっぽくないというか、ないですよね、もう初代2代目とかのイメージで言うと、今の A クラスこんなにいいのっていう、そんな雰囲気をこう車内に感じました。ですよね、じゃあ続いて内装乗ってみたいと思います。よいしょ。この辺はちょっと4号以前乗せていただいてるんで、まあ、ちょっといろいろ思い出す部分ありありますね、な感じですけども、先ほど触れたステアリングはこんな感じで、ここは本革ですよね。本革です。非常に手触りのいいステアリング、この辺の操作なんかはもうおなじみなんで、あとここがすごく使いやすいなと思うんですよ。そうですね、やっぱり手元に、モード切り替えスイッチですとか、あと、そこはバルブですかね、開けたり、あとはアイドリングストップですかね、その辺がちょっと手元でできるようになりましたので、わざわざハンドルから手を離して手を伸ばすっていう操作がなくなりましたので、運転に集中できると思います。そうなんですね。今までってもうこっちだったじゃないですか、それがもうプリセットしておいて、ボタン1個で切り替えられるっていうのはすごくいいな、でこれ装備がすごいんですよね。すごいですね、便利装備、快適装備もちろんなんですけど、セーフティー関係に関してはもう S クラス並みについてますね、もう ACC もついてます、まあとは自動の車線変更なんかも全部ついてると、もう A クラスじゃないです。 A クラスじゃないですね、もう本当にサイズだけ。そうですね、もう本当に他のクラスに見劣りしない装備がそのままついてる、であとモニターに関してはさすがにこう車のサイズ的に一回りちっちゃいもの、7インチと 10.25 インチかな、そうですね、のメーターとこちらのナビ画面がついてる。 ETC カードが挿入されています、A クラスのこのオープニングも出てきて、そしてこっちはもう変わらずですもんね。変わらずです、トラックペースもついてて、で車両設定で細かい設定なんかも、できますし、アンビエントなんかも、アンビエントすごいんですよね。アンビエントがすごいんですよ、この辺なんか A クラスでこのアンビエントってっていう感じですよね、だってゲレンデ G63 だってエアコン引かないですよ引かないです、それがそうなんですよ、 A35 光るんですよ、これすごいですよ、これすごいですね。でアンビエントも当然今時のアンビエントですから、カラーも細かく調整できると、あとエアコン関係はおなじみ、この辺も質感がそうですね、いいですよね。いいですね、やっぱりこのなんていうんですかね、シルバー調のこうボタンとかの配列、結構この今までのってどうしてもこう黒い、樹脂とかだったと思うんですけど、やはりシルバー系のものを使うことによって高級感が出てるのかなっていう感じですよね。操作感もいいんですよ。いいですね。なんか安っぽい感じが全然ないですね。そしてあとこの辺がドリンクホルダーと小物入れ。板尾さん、これ懐かしくないですか？なんかこの懐かしいですね。このウッドのこういうのありましたね。ありました、ありました。メルセデス。ちょっとそれを思い出しました。そうですね。そしてここがこれあれでしたっけ？これは違います。ついてます。奥だけ充電ついてます。あ、本当だ。でここが奥だけ充電がしっかりついてて。あと USB の充電もここについてると、でドリンクホルダーとちょっと先ほど触れたコマンド、コマンドですね。そして、360度も、パッケージで標準でついてくる、標準になってます、そしてグローブボックスの中はこんな感じで USB が2系統と割と深さもあるこの作りになってございます、あとはペダルがちゃんとステンのステンのついてますね、カバーがついてます、
最近なんだっけな、結構高いのをした、あ、思い出しました。何ですか？M4 のカブリオレ乗せていただいたんですよ。はいはい、ゴムペダルだったんですよ。え、 M4 でですか？1400万円新車するのそこ、それがそこをゴムですかっていう。そうなんですよ、まあ、別にゴムだからってい いうわけではないですけどね、はい、ただこう精神衛生上、そうですね、やっぱり高級車ステンのペダルカバーがついてると僕的にはちょっと、そうですね、嬉しいですよね。嬉しいです。そして上に行くと黒のファブリックで、はいはい、ファイザーなんかはビニールで、そうですね、この辺は割とスタンダードな感じですけれど、はいはい、黒なんで割と引き締まってていいんじゃないでしょうか。であとドライブレコーダーも今回ついてございます、はい。でちょっと肝心のシート一番最後になっちゃいましたけど、はい、結構硬いですね。そうですね、硬めですね。あのお世辞にもコンフォート要素はないです。ないですね、はい、ほとんどこう沈み込まない、はい、こう本当にホールドしっかりガチッとされる感じ。そうですね、 A45 とかだとあのフル革になるじゃないですか、全部革に。でその革の硬さなんですかね、もうちょっと多分一段硬くイメージ受けるかもしれないです。そうですね、はい、ちょっと反発が強いのか、その皮が伸びないからなのか、ね、はい、ちょっと硬い印象を受けます、はい。で一応細かい調整なんかはついてなくて、もうスタンダードな、はいはい、8ウェイぐらいの、そうです、ね、はい、調整になっていると。細かいこのナンバーサポートとかそういったものはついてない、はい、とあとシートヒーター、シートヒーターがついてます。こんな感じになっております。 あと肝心なの忘れてました、はい、ここもパッケージのオプションで、はい、ヘッドアップディスプレイもしっかりついてくる、はい、ついてます。これ装備良すぎじゃないですか。いいですね、もうだからもう本当に全部ついてきちゃってるんで。本当ですよね、はい、何ついてますか、全部ついてますっていう、はい、そんな感じですよね。そんな感じでもう全然説明は、まあ、強いて言えばさらにその上の A45 がベンチレーションがついてますね、はい、あのクラス初装着っていう、はい、唯一そこぐらいかなって、はい、こんな感じの内装になってます。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい。あのもう下見で一回僕見ちゃってますし、横で紹介させていただいてるんで、はい、あのおーっていうのないんですけど、はい、改めてめっちゃいいっすね。いいと思いますよ。まず広い、広いです、はい、そしてダイナミカとのコンビがこれ最高です、はい、最高ですね、はい、よくないですか。いいです、本当にいいと思いますよ、はい。フロントってどうしてもそのパフォーマンスのシートで、はい、ちょっとその形状的なものにも目がいっちゃうじゃないですか、はい、後ろってもう単純にこう、はい、そうですね、表皮の違いだけじゃないですか、はい、この背もたれとお尻のところがこれになるだけで全然違う、はいはい、全然違いますね、はい、もうデザインもまたいいじゃないですか。ちょっとこうステッチが入ってたりとか、はい、いいですよね、はい、板尾さんちょっと乗ってみますか。はい、また広いんですよ後ろ。これ私正直あの助手席少し下げ目で、さっきセッティングしてましたけど、この状態でも握り拳1個入りますし、足元も足が一応下につま先は入りますんで、はい、あの窮屈感はないですね。でヘッドクリアランスも、まあ、正直広いとまではいかないですけど、まあ、あの私170ちょっとですけど、そのくらいの人間が乗るんであれば全然問題ない広さです、はい。割とハッチバックって、はい、まあ、言ってもフロントメインだな、はい、リアってちょっとまあもう4ドアになってても5ドアになっててもちょっとそんなに広くないなっていう、はい、イメージだったんですけど、はい、A クラス広いですよね。 A クラス、え、本当 A クラスっていうぐらいの広さはあると思います。ただ装備的なものに関しては、はい、まあ、エアコンも吹き出しだけですし、はいはい、シートヒーターなんかもないですね、はいはい。あとまあ一応肘掛け兼ドリンクホルダーだけはもちろんご準備がございますので、あとまあこちらですね、一応後ろもあの USB が2系統 USB-C ですかね。であとちょっと小物が入るぐらいのスペースはございます。まあ、機能的にこうすごく快適かというとちょっと正直お世辞にもそれは言えないですけど、はい、まあ、スペース的にはかなり快適な部類に入るんじゃないかな。正直このクラスでこの、まあ、なんていうんですかね、あの広さと、まあ装備あればもうなんかないっすよね。あのまあほら贅沢言えばありますけど、こんだけあればもう不満は正直ないかなって感じです。これ日常使いの足に最強だなと思います。そうですね、はい。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランク僕これ下見で見て、はい、ここもあれ、はい、こんなに広かったでしたっけっていう、はい、意外とめっちゃ広くないですか。意外と広いですよねこのサイズにしては。はい、どこでそれを作り出してるんですかね。どこなんですかね、ちょっと不思議に思うぐらい不思議ですよね。このスペースの取り方がうまいのかっていうぐらいな感じですよねと思いますよね。はい、あの僕ミニのメカニックだったじゃないですか、はい、5ドア出たじゃないですか、はい、
サイズ感的には変わらないぐらいですよね。ぐらいですよね、多分、はい。こんなに広くないですよ、多分。広くないですね。はい、もうちょっとこう後ろですよね、あの。ですよね。このくらいですか。そんなイメージですよね。奥行きは、はい。どういうわけかこんなに。ですね。見比べたいと思います。放送で奥行きもだいぶありますし、はいはい、まあ、ハッチバックのスタイルなので使い勝手もいいかな。そうですね。でこの下もちょっとこう、はい、開くようになってて、はい、まあ、本当にちょっとしたものとバック修理キットとファーストエイドキットが少し入ってる、はいはい。では続いてエンジンルームも見ていきたいと思います、はい。エンジンの方が2リッター直四なんで、はい、一見あれ A45 のデチューンかな、はい、思いきや違います、ね、あの系統が違うんですよね。違います、はい。で冷静になってみると、はい、もうエンジン自体があの排気側と吸気側が、はい、逆になってますね、はい、そうです、はい。A45 だとこっち側にタービンなんですけど、はい、まあ、後方排気なんですけど、はい、A35 だと、まあ、一般的なというか割とこっちの方が多いですかね。多いですね、はい。前側に排気があるこんな感じの。でこれがあの、はい、A クラスでいうところの250。そうですね、まあ、セダンにしかないですけど日本では設定が、はい、で他のクラスでいうとこの200、そうですね、はい、に搭載されているエンジンの、はい、まあ、チューニングバージョン。そうです。さすがに AMG とはいえ、はい、これはちょっと手組みじゃないですけれども、はい、そうですね、まあ、サイン入ったプレートがありませんので、はい、1人の方が1人のエンジンを作ったパターンではございません、はい。ただしっかり AMG 監修のもと、はい、まあ、チューニングが施されて、はい、300馬力オーバーという。そうです。最近本当になんか大きい車とか、はい、ゲテモノを紹介させていただく機会が多いんで、はい、300馬力あれ控えめかななんて、はい、まあ、毎回この下り言ってるかもしれないですけど。そうですね、はい。でも冷静になったらまたちょっとミニの話を出して恐縮なんですけど、はい、ミニも後期のクラブマン、はい、まあ、4駆300馬力おーって感じだったじゃないですか。そうですね。それがこう涼しい顔して、はい、中間グレードにこの2リッター普通にこれを設定してくるという、はい、300馬力がラインナップされてて、これすごいですよね。すごいです、意外に、はい。あとはこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、はいはい、そうです。これの組み合わせが、はい、A35 だけなんですよ。だけですね、はい。他の、A35 より下のグレードでも、はい、7速 DCT なんですけど、はい、AMG スピードシフトじゃないんですよ。じゃないです、はい。だ要は7速で AMG スピードシフトになってるのがこれだけっていうことで。そうですね、はい。で A4 になると8速ですか。8速ですね、1速追加されます、はい。その辺なんかもちょっと積んでるエンジンが違うんで、はい、まあ、ちょっとそれそうです、ね、分けてるんだと思うんですけども、はい、ちょっとこの辺も市場で確認してみたいと思います、はい。続いて天井周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、行きましょう。はい、行きましょう。僕ちょっと考えたんですけど、今回このエディション1は、はい、いろいろ整理したら、はい、めちゃめちゃお買い得だなっていう。オプション100万円分ぐらいついてるじゃないですか。ついてますね、はい。ですよね、はい。で A35 で、はい、って言ったらもう圧倒的にエディション1お買い得だなと。そうですね。ただここ狙ってる人って、はい、多分4号も多分視野に入ってるんじゃないかな。そうですね、まあ、上を見て4号にするかどうするかって悩んでる方は多いと思います、はい。ただ4号だともうプラス100万円なんですよね、はい。もうプラス100はいきますね。まあ、中古車市場だともうちょっと近づいてるかもしれないですけど、100以上ですね。あ、本当ですか。はい、はあ、じゃあ結構高いですね、はいはい。で今日改めてちょっと乗る前は、はい、いや100万円でもやっぱり4号の方がいいんじゃないかなって正直思った、はい。
あの中間グレード推進委員会の癖して、はい、と思ったんですけど、はい、あの今日紹介で、はい、中を見る限りだと、はい、中で見る限りだと、はい、いやもう全然3号でいいなと。そうですね、はい、ただ肝心なのはやっぱり走りかなと。そう、あのこれからのこの走りでちょっと確認していただければ、はい、そうですね。ただもう走る前に、はい、ちょっともう最初にネガティブなこと言って恐縮なんですけど、はい、あのマフラーの音に関してはそうですね、だいぶおとなしいなって思いました。そうですね、正直ちょっと役付きの車っぽくない。そうですね、いい意味で、はい、普通。あ、こういう感じですね。はい、あ、車警戒。そうなんですよ、車すごい警戒なんですよ。あ、足結構硬いですね。足はそうですね、はい、あ、硬いっていうかしっかりしてる、しっかりしてるんですよ、はい、今のみたいな大きい段差とかだとやっぱりダンダンってなりますけど、はい、全体的な、あ、まあスポーティーではありますけど、はいはい、ガッチガチではないですね。今ちなみにコンフォートでございます。コンフォートですね、はい、車すっごいしっかりします、ね、しっかりしてます。僕ちょっと A45 で何て言ったかちょっと心配になるんですけど、はいはい、そして乗りやすい。そうなんですよね、あの A45 ですとちょっとやっぱりとんがった部分が出てきちゃうので、はい、うん、まあ、やっぱりそういったとんがった部分をこう角を落としたような乗り心地っていう感じですかね、はい、それすごく的確かもしれないですよ、はい、でもちゃんとこの普通の A クラスと違う、はい、なんか AMG でチューニングされてるところは感じますね。感じますよね。そうですね、ボディもめっちゃ補強されてるんですよね。はい、されてます。フロア下だったりエンジン下だったりとか、はい、足も当然このライトコントロールで引き締められてますし、はい、エンジンもチューニングされてると。はい、ただ街中こうプーって普通に流す限りだと、はい、もう全然普通に走れちゃう。そうですね、なんか扱いにくさは全くないです。本当はちょっと多分高速道路とか乗るとより違いが分かるか、違い分かると思いますね。思いました。ちょっと早速スポーツプラスにしといていいですか。はい、そう。あ、でも結構ちょっと、そうですね、スポーツプラスにするとバルブが開いてというか、はい、少し変わってくる感じです、ね、これなんか演出されてるんですかね。外で聞いた時よりかも違いを感じます、はい、多分あのギアが入ってる入ってないとかそういうのでももしかしたらあるかもしれないですよね。音作ってますかねこれ。いや、音は作ってないと思うんですけどね。なんか外以上に室内の方が違い感じます、ね、はい、違い感じますよね、はい、足は一層引き締められました、はい、でステアリングも若干重くなってるのかな。多分ステアリングも変わってるはずではありますね。あ、結構引っ張るっすね。そうですね、スポーツプラスになるとちょっと引っ張りが長くなると思います。でもまだまだ全然乗れますね、え、全然乗れますね。スポーツプラスでもマジで全然全然大丈夫だと思いますよ。結構 C クラスとか、はい、AMGGT とか、はい、もうなんかスポーツプラス街乗りしようと思うとちょっと厳しいですよね。結構ガッチガチだなって感じしますけど、はい、まだ全然乗れるレベルかなっていう、まあ、ちょっとアクセルの付きが良すぎて、はい、ちょっとそこだけですかね。そうですね、ちょっとギクシャク感が出やすくなってしまうかなってとこですね。ヘッドアップディスプレイも見やすい。そうそう、意外とこの表示がすごくシンプルにヘッドアップディスプレイされてますので、すごくこう必要な情報をこう出してくれてる感じですよね。しかもカラーなんですね。カラーです。車とこのラインが青で出てる。はい、いや、 やっぱり室内の方が全然レーシーな感じしますね。レーシーな音しますね。します、します。ハンドルいいな。ちょっと A クラスいいっすよね。そうですね、はい、これ日常の足って良くないですか、はい、いいと思いますよ、はい、人も乗せられて、はい、人が乗ってる状態で荷物も割と詰めるじゃないですか、はい、詰めますね。でまあ、コンパクトですので止める場所とかあの細い道とかも気兼ねなくある程度入っていけると思いますんで。だって幅1700いくつですよね。そうですね、はい、1800で、いやー、コンパクトにまとまりましたねって。そうですね、2メーター切ってますねとか、はい、そうですね。いや、いいっすね、はい、これ都内の狭い駐車場とかでも全然全然大丈夫ですね。いけますよね、はい、で割とこうエアロもちょっと小ぶりなんで、はい、そんなに、まあ、もちろんその車止めとかは気をつけなくちゃかもしれないけど、はい、段差なんかもそのまんま行けちゃいそうな。そうですね、ギリギリこう段差もかわせるかなっていう感じだと思います。
あとこのシートじゃないですか、結構硬いんで、はい、そうですね、これが合わないっていう方は結構ちょっといらっしゃるかもしれない、ね、いらっしゃるないですね。ブレーキも、あでもブレーキは、はい、どうですか、奥聞く感じですね。あそうですね、はい、踏み込むとグググって聞く感じ。へ、 A クラスめっちゃ進化しますね。いや全然変わりましたね。僕初代2代目何度かその車の改装で、はい、動かさせていただく機会もあったんですけど、はい、イメージがもう違いますよね。違いますね、違いますね、確かに。こんなにコンセプトを変えてくる車種って他メルセデスないですよね。ないですね。だから本当にこうガラッと大きくチェンジしたなっていう感じですよ。まあでもちょっとやっぱり A クラスっていうところなので、はい、やっぱりところどころちょっとこうチープなところとか、はい、あちょっとこれは何ですかね、プラスチックっていうかなんかゴムっぽいというか、なんかまあ本当シート上げるとしたらそういうところかなってなってきちゃうんですよね、はい、でも車格が車格なんで、はい、C セグメントでって言って、はいはい、全然僕的には許せます。そうですよね、はい、だからもう本当になんかこうケチをつければ出てきますけれども、あえてそこまでっていうところではないので、ご満足いただけるお車かなとは思ってるんですけどね。あ、来てる、来てる、ちょっとじゃあ曲がりまして、はい、少しだけ、どうでしょうか、ね、どうでしょうか。はい、加速は正直言いますよ、はい、僕、はいはい、加速は、はい、想像を超えなかったっす。そうですね、はい、超えなかったっす、はい、けど速い、速いですね、速い、はい、今だから加速しながら、はい、リアクションに困りました。そうですね、ドッカーンっていうのはないんですけど、はい、まあ踏んだなりの速さは出てるって感じですよ ね、はい、すね、これでも乗りやすいっすね、はい、いや乗りやすいと思います。僕が想像してた加速の9割ぐらいですかね、はいはい、ああそういうことですね、はい、ちょっとピーキー差が全然ないので、全然ない、はい、扱いやすい、扱いやすいと思います。はい、しかも加速になんかこのな波がないというか、そうですね、こうなだらかにぐわーっとこう進んでいくような感じですよね。これミッションがいいからかな、ミッションの組み合わせもあると思いますね。なんか全然加速に息継ぎ感とかそういうの全くないですよ、はい、ないですよね、はい、言ったらもう電動まで言ったら言い過ぎですけど、はい、そのぐらいなんかスムーズに加速、スムーズに加速してきますよね。え、これ街乗りいいっすよ、街乗りいいですよね、はい、ちょっと首都高乗ってとか、これ長距離めちゃくちゃ快適かっていうと、ちょっと長距離走るんだったらもう1個大きい方がいいかなと思いますけどね、はい、街乗りしとこう関東近県ぐらいだったらもう全然全然いいと思います。めちゃめちゃ快適に移動できる、はい、わすごいスムーズ、スムーズですね。そうですね、ブレーキは奥効く感じですね、はい、ギュッて乗りやすい、だから乗りやすいんですよ、角がない、はい、これ本当すごいですね。そうですね、うまくまとめてある感じですよね。平均点がすごく高い感じがします、はい、僕いつも思うんですけど、はい、中間グレードって、はい、その中途半端なのかちょうどいいのか、はい、そこですね、問題出てくるじゃないですか。出てきます、出てきます、まあ、ちょっと今回は難しいです。そうですね、僕正直に言うと、はい、ちょっとその金銭感覚的なもので、はい、その正直その1000万円全然いないじゃないですか、はい、だ A45 を届く人は A45 の方がいいのかなっていう。そうですね、だからご予算的にそのもう A45 を買えるご予算がある方でしたら多分 A45 に行くんだと思うんですよ、うんうん、でちょっと予算的にちょっとそこ厳しいな、うん、その下 A35 かっていうそこのこうラインだと結構あと100万どうしようかなとか、あと200万円が結構大きい、僕だったら全然大きいんで。そうなんですよね、はい、だからそこでこういやでもどうせ買うんだったら上がいいなっていうところで悩まれる方は結構いらっしゃると思うんですよね、はい、
ただその100万円の中身がものすごくあるかっていうと、はい、ちょっとそのエンジンの部分だったりとか、はい、味付けの部分だったりとか、はい、あとはプラスアルファのその快適装備の部分なんで、はい、そうなんですよね。3号でかなりいいです。いいですね、はい。あとはだから実際こう、まあ、なかなかちょっと中古車って乗っていただくのが難しかったりするんですけども、はい、まあ、その最終的にもしあのこの車乗って確認したいっていうことであればご相談いただければ、その最終的な段階であればうちもダメですっていうことはありませんので、はい、ちょっとこれは最終確認になりますけど、はい、乗る機会があればちょっと乗っていただきたいですね。そうですね、これはいいですよ。早い、もう全然全然本当にいい加速です。これちょうどいいですね。ちょうどいいと思います。僕にしたらだいぶ贅沢ですけど、はい、もう都内使いとか、はいはい、もう最高じゃないかなと。いいですね、ありがとうございます。こちらこそ。じゃあ最後になりますけれども、はい、買い取りの方が絶賛強化中ということで、はい、そうです。ぜひぜひ、1ヶ月ぐらい前からとまたちょっと値段の変動とかがあって、結構今値段が変動している時期ではあるんですね。でまあ、ちょっと値段が上がっているお車なんかもあったりしますので、例えば1ヶ月前2ヶ月前査定してちょっと思い通りの値段にならなかったなとかっていうのもあれば、ぜひちょっと1回お声かけいただければ、もしかしたらご満足いただけるお値段が出るかもしれませんので、何かそういう、買い取りもちろんそうなんですけど、ちょっと他で見てもらったとかそういったのもでも全然結構なので、お声かけをいただければと思います。最近まだまだちょっと新車の、はいはい、納車が滞ってたりとかして、はい、中古車市場がちょっと、はい、高騰気味なんで、そうなんですよ、まあ、買い取りも結構頑張れるので、はいはい、お気軽にご相談ください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG A35 フォーマチックエディション1をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。